昨日のですね、本会議に引き続いて、長期契約法についてお伺いをいたします。まずはですね、長期契約に伴うリスク管理の問題でございます。昨日の本会議でですね、C2 輸送機について、2011年度の購入単価は166億円で、2018年度は236円で4割以上値上げになりましたというお話をさせていただきました。でこれはですね、細かくお話をですね、いたしますと、この C2 輸送機の調達に関しては2011年に13機発注をしています。でこの調達単価が166億円でした。で2018年度に5機発注をしようとしたところ、単価が236億円に上がったというものであります。でこの、これはあまりにもですね、単価が違いますので、この価格について財務省がですね、18年の4月の財政制度等審議会の分科会において費用対効果に優れている機種の代替も検討するべきではないかということを防衛省に、これ異例の注文だったということであります。でこれをつけましたけれども、これですね、このことについて、どのようなことがですね、あったのかどうかというのが分かれば教えていただきたいのと、それとですね、仮に長期契約をこの C2 輸送機の調達に2011年の時に、仮に18機一括発注をしたということになっていた場合にはですね、調達単価はこれ166億円よりも安くなり、なおかつ途中で価格が高騰することもなかったというふうに評価されているのかどうかについてお伺いします。鈴木、整備計画局長。前段のこのご指摘のように C2 輸送機につきましては、財務省からその価格の高騰について指摘を受けてございました。でただ現在ではですね、契約方法の見直し等の提言努力を行った結果、平成31年度予算案の単価は、前年度の、236億円から、約10億円提言して約226億円となってございますが、引き続き効率的な調達に努めてまいりたいと思ってございます。でその次のご質問のこの C2 の輸送機について、仮にその長期契約法を適用していればということでございます。調達単価が抑えられたのないかというご質問でございますけれども、仮定に基づくご質問でございますので、それに対して確定的にお答えすることは困難でございますが、その上でですね、あえて申し上げますと、平成23年度当時のこの C2 の輸送機は開発段階にありました。でが納期である平成26年度までに開発が完了することを前提に予算計上を行っていましたというものでございます。で仮にこの時点で長期契約法が存在していたとしても、この法律には、調達する期間を通じて、使用が安定していること、安定することが見込まれることという条件、要件がございまして、この時点で開発中である C2 輸送機というのは、この要件を満たさないため、今、長期契約法をですね、適用することはできなかったのではないのかなというふうに、考えてございます。で、実際に C2 輸送機は、平成13年度から開発を開始したものの、機体の強度不足ですとか、強度不足によりますところの不具合の発生によりまして、開発完了が遅れまして、結局その、平成29年3月に開発を完了しているということでございます。で、仮にですね、こうしたですね、あらゆるその装備品にこの法律が適用されるわけではなく、あくまでも、いろんなその要件でございますね、こうした要件を満たすものだけに、厳選されてこの長期契約法が適用されるんだということを、ご理解いただきたいと存じます。白川君。そうしますとですね、C2 の単価が31年度予算では10億円下がって、226億円という理解でいいんですか。鈴木局長。はい、C2 の単価につきましては、平成30年度が236億円、来年度予算につきましては、226億円で 10億円減ということになってございます。はい、白川君。はい、そうしますとですね、最長の長期契約が10年間でありますので、普通に考えればですね、契約期間と契約価格は、契約価格がですね、維持されるというふうに考えるんじゃないかなと思うんです。単年度でものを見てますからね。で、他方でですね、この10年となりますと、
この最初に例えばその C2 をですよ、13機発注して、でその後年限が経って同じ生産体制でずっと会社いるわけじゃないですよね。当然あの数減りますから。そうなってくると、あのこの契約がですね、同じ条件では製造が続けられないというリスクがですね、企業にはあるんじゃないかと思います。最初から全部話できてればいいんですよ。そのバランスの人員改革配置計画とかですね、ラインをどのぐらいに試着するとか、そうすると金額も変わってくるわけですね。でそれが、このあくまでもその、この辺の話をですね、これなんか一定のルールがこの発注する防衛省と受注する側のですね、民間企業との間で話し合われて10年間どういうふうなバランスでやっていこうということがルールとして決められてやっているのかどうかというのは、あのもし仮にその企業に対してですね、その辺のことがしっかりつまらないでやってくるとすると、当然企業は、このラインを開けとくままにするためにはですね、あのまさに、パック3と一緒ですけれども、あれだってそのままお願いすれば65億円が36億円というような話ですから、後で確認しますけれども、ですのでこれが当然その、民間の企業に対してですね、もう起きてくるということになると思うので、その辺のリスク分担というのがですね、これは企業の責任で赤字覚悟で、まあ、言い換えれば生産を続けるということで受注をさせているのかどうかということは多分ないと思うんですけれども、まあ、ここのところが分からないので、で価格をですね途中で見直して、まあ、赤字にならないようにこの、生産を続けさせるということも起こりうると思うんですが、その辺のことについてどうなっているのか教えていただければと思います。宮間防衛装備庁長官、お答え申し上げます。あのまずあの契約の、はい、あの契約の方式でありますけれども、従来の契約でありましても、この法律のにご審議の法律に基づきます長期契約であっても、例えば物価変動が生じたとか、そのような変動を逐一契約に反映させるような処置は行っておりませんけれども、物価変動も含め経済情勢等に著しい事情の変更があった場合には契約の変更について協議する旨の約定を設けております。これによりまして契約企業との間でリスク分担も含めまして不測の事態にも対応できるようにしておるところでございます。一方、先生委員からもう一つ、この長期になるといろんなことを見積もってやっているのかというお話がございましたけれども、あの調達価格の算定にあたりましては契約履行期間中における物価変動等が予想されることは、これは当然踏まえまして契約締結時における最新の資材価格労務費等を考慮して調達価格を算定しております。これにつきましては、あの我々主に装備庁によります調達専門の職員がこのような必要な経験を持っておりますので、調達数量や各種物価資料等を考慮の上、過去の契約実績と企業見積もりを比較いたしまして、各費の経費を構成する数値をしっかり積み上げることによりまして、正確性を期す形で調達価格を算定しているところでございます。このようなこのような処置におきまして、あの契約の適正性が保たれていると考えております。鈴木整備計画局長。すみません、あの先ほど私が答弁したことに関連してのことでございますので、少しあの復元させていただきますと、あのこの C2 につきましては、この C2 輸送機につきましては、この現在も過去もですね、一度もあの長期契約を適用して調達したことはございませんので、先ほど あのご質問は仮に適用したらどうかということについても、私はそのなかなか適用することはなかったのではないかというふうに申し上げましたけど、現実にもあの適用一切していないというものでございます。はい、篠原君。まあ、ありがとうございます。そういたしますとですね、宮場長官のお話ですと、10年の長期契約をなるべく安定的に、この維持をしようとする、ために、物価変動と労務費の変動、為替変動等をあらかじめ織り込んだ調達価格を計算している、そういう部署があって、そこでしっかりやっているということでいいんですかね。宮間長官。
私ちょっと言葉足らずだった部分を補足させていただきます。今委員から為替変動についてもご指摘ありましたけれども、為替変動につきましてはそもそもこれは企業の努力の及ぶものではないと考えておりますので、企業は調達した部品の実績額に基づいて生産を行うことといたしております。ですから為替変動について企業が予期せざる 損失を被るようなことはないという形で契約をいたしているところでございます。白井君、まあ、それでその実際では、その防衛省さんの、予測した、数値と、まあ、これ公表値になるんでしょうけれども、契約額になると思うんですけれども、でこのものとその実際にですね、物価変動、労務単価、労務費で今あったように為替変動は入れてないということになりますと、当然その契約期間中に、価格をですね見直すということが、まあ、許されるというか、まあ、見直しますよね、今のお話だと変わったらということになるんだと思うんですけど、いかがですか。宮山長官。繰り返しになりますけれども、為替につきましては、為替につきましては今申し上げましたように、生産を行うと、生産を行うということは為替の変動によるものにつきましては役所側が考慮して払うということでございますけれども、そうした承知を取っています。ただし他の労務費、資材高騰等におきましては、冒頭前回の答弁で申し上げましたが、これが物価変動を含め経済情勢等に著しい事情の変更があった場合ということでございますので、通常の物価変動によりまして、それが本当に著しいものでない限りはそれはもう契約時の見積もりの損は維持するということでございます。白川君。著しいというのはどのくらいのことが著しいってルールで約束になってるんでしょうか。著しいって書いてないですよね、多分ね。何パーセントどこがどうなったときにはこれこうするという契約になってるんじゃないかと思います。宮山長官。私どもご答弁申し上げます。私ども著しいという規定をいたしておりますけれども、想定いたしておりますのは通常の何と言いますか、日常の経済変動ではなくて、それこそ大災害とかですね、そうしたまさに予期できないような大きな事態が起こりまして、その契約した時の事情がもう変わってしまったと認めざるを得ないような場合ということを考えております。ですから繰り返しになりますけれども、例えば予想より、労務単価が上がったので結果として前に契約したのと赤字になったというようなことであればですね、それはもう当初の契約の範囲でやると、それが長期契約、つまり安定するけれども、安定的に受注はもう例えば6年7年8年と決まるけれども、その当初の時点で見積もりについては、まあ、両者責任を持って実施するという範囲だと考えられるものについては、それは企業に、まあ、飲んでもらうということになります。わかりました。白川君。つまり著しい変化ない場合にはリスクを取るのは企業側であり、で著しい変化の時で赤字になるような時は相談に乗りますというようなことですね。ですね。で、ただ、まあ、そうだとするとですよ、別に単年度で やらない理由というのが、そういうことも含まれてですね、やっぱり予測できないわけですから、これなんで単年度じゃなくてどうしてもやらなきゃいけないということになるのかということが、これが、その調達費用の縮減効果を得るための長期契約、これは法律が予定するところです。でこれがその縮減効果として、まあ、当初示された額で済めばいいけれども、ただその経済情勢とかですね、見てわからないところもあるのと、他方でですね、外国企業が製造する装備品を今回はですね、この長期契約に基づいて輸入するといった場合にですね、先ほどあったリスクの為替変動、まあ、これはもう入れてないということになってますので、そうなるとこれは避けられない。でそうするとその調達の削減効果は、まあ、もちろん円ベースじゃなくて当該のですね、通貨ベースで確保されるんじゃないかと思うんですけれども、ですので、この辺についてですね、長期契約は、
どういうふうにですね、ちょっと為替のあたりで、この変動も含めてなっているのかということを教えていただけますでしょうか。宮山長官。為替の影響をどのように計算しているかということでございます。海外企業と契約、我々、FMS でこれは海外企業が生産するものにつきましても縮減額を現在の価格で計算していますけれども、これにつきましては装備品の全部または一部の構成品が輸入されると、こういう長期契約を適用する場合には為替変動についても当然適切に対応することが必要となりますけれども、縮減額につきましては長期契約による外貨縮減額を計算する。これは長期契約を行いますと資材のまとめ買いなど、あるいは今回のケースでありますと E2D のケースでありますと米海軍が生産する時期に合わせることによって量産効果が見込めるというようなことがありまして、縮減額が出てまいります。その縮減額を計算して為替レートを用いて円ベースで縮減額を算定いたします。したがいまして縮減額というのはドルで見れば一定ということになりますので、それを円に換算するのはいつの時点で円かということで多少差が出ますけど、そういうことになります。最後のもう一回いいですか。ドルベースで計算をいたします。でこれについては見積もりが今出ておるところでございます。でこのドルを何円と日本円評価するかというのは、もし先生のご指摘は今の時点の為替で評価すると何円で、例えば2年後見直してみたら実はそれが何円だったということがあるのじゃないかということであれば、それはあり得ます。といいますのはドルの縮減額は基本変わりませんので、それを日本円でどう評価するかという問題であります。しかしながら実質額はそれによっては変わらないというふうに考えております。篠田君。はい、本当にですね、その長期契約がいいのかどうか、FMS もですね、FMS について今ありましたのでちょっとお伺いしたいと思うんですけれども、FMS が長期契約で行われる、でそれでこの契約はですね、皆さんご承知かの通りですけれども、納期を定めてもですね、これは米側にそれを守る義務はありません。で、せいぜい、これは努力義務なのか分かりませんけれども、とにかくないわけです。で、ならざるを得ない。で契約を、締結してもアメリカ政府は契約をこれ解除するという権利も有していますね。ね、ですね。だとすればですよ、確認してください。そもそもその長期契約を FMS に適用しても果たして調達費用を縮減できる保証が本当にあるのかどうかということだと思うんです。で FMS に、長期契約を適用できるとすると、この法律の趣旨にですね合うのか合わないのかというところは少し気になりますので、ちょっと教えていただければと思います。はい、宮山長官。ちゃんとご指摘、先生が、この長期契約法によって FMS 契約の各条項というのは直ちに変わるわけではないだろうというで、 FMS 契約にいろいろな例えばその米側政府の都合とかいうのは内在しているのではないかという点につきましては、確かに FMS 契約はこれによって変わるわけではございません。しかしながら私どもが契約する金額について見ますと、FMS におきましても長期的な契約を導入することによって E2D の場合は先ほど申し上げましたように量産効果というものが見込まれることもあり、価格は我々の計算上下がっているというのは累次申し上げているところでございます。でそうした効果が十分に見込めることと、あとはやはりその生産調達の安定的な調達と申しますのは、我々が確実に手に入れられるという観点からしますと、今の時期に注文すれば米側の生産ラインがついている間に取れるというようなことが見込まれる場合には、こうしたことを使って確実に調達をすることは安定的供給として十分意味があることではないかというふうに考えておりますので、FMS 契約につきましても長期契約を適用するということの妥当性は十分にあると考えているところです。篠田君。昨日の本会議でもですね、この E2D のことについては少しお伺いをしたんですけれども、この FMS、これも本会議で指摘させていただいたんですけれども、
14年度予算でですね、この1906億円の契約ベースで18年度4102億円、今年度は7013億円というふうに、膨らんでいて、まあ、高額の、この中核な兵器はですね、FMS によって、これは調達されているとい う, う、まあ、非常にこれが強くなっているというボリュームのこの、膨張ですね、からすると、あの E2D はじゃあそれでという話だと仮にですよしたときに、で今これだけバーッと増えていってるわけですね。 E2D だけじゃないということだと思います。まあ、先ほどからあったようなですね、イージス・アショアも当然入ってくる。で、この E2D は、まあ、なぜ対象になり得たのかということは、まあ、今お話を、じゃあちょっとどうぞ。はい、鈴木局長。あの長期契約法の適用につきましては、その指針に定められた、あの、まあ、一ついたしまして、中長期的な防衛省予を勘案した上で、確実かつ計画的に調達することが不可欠な装備品等のうち、まあ、使用が安定していると見込まれ、かつ長期契約によるコスト縮減効果と調達の安定化の効果が十分見込まれるという要件を満たすことが必要でございまして、その限りにおいて FMS によるその装備品の調達も長期契約の対象からまあ除外されるものではないというふうに存じております。で、その上でその E2D に当てはめますと、まず E2D はまあ中規模で9機の取得が明記されているとおり、我が国の防衛体制に必要不可欠な装備品でございます。それから平成27年度から我が国もうすでに取得を開始するなど、まあ、使用が安定していることを確認しておりまして、米海軍との共同調達により、これ先ほどございましたけれども、米海軍の24機と合わせまして合計33機のスケールメリット、これによりますところのコスト縮減効果が見込まれるとともに、製造期間である7年間において製造中止リスクが極減されるため、調達の安定化の効果も見込まれるというふうに考えてございまして、長期契約法を適用することは適正であるというふうに、考えてございます。品川君。今後ですね、じゃあこの、今適用していないものでもいろんなものをですね、新しくしていく、あるいは、まあ、そうです、新しくしていくということがあると思うんですけども、その防衛省はですね、どのぐらい の, そのこの長期契約がこれからですね、どの程度の案件に、今 E2D のところまでは来ましたけど、どういうふうなあのお見立てをですね今されているのか、その予測をですねちょっと教えていただいて、でその根拠もですね、もしあればですね、いや本当によくわからないんでちょっと教えていただきたいなと思うんですけど。鈴木局長。あの現時点におきまして、あの、まあ、今後その長期契約法の適用を予定しているという FMS 調達の装備品はございませんが、今後さまざまな検討を経た上で、まあ、慎重に判断されるものというふうに考えてございます。ただいずれにしましても、あの先ほど述べましたように、あの例えばその中長期的な防衛省を勘案した上で確実かつ計画的に調達することが不可欠な装備品のうち、使用が安定していると見込まれ、かつ長期契約によるコスト縮減効果と調達の安定化の効果が十分見込まれると、こうしたその、指針に定められた要件を満たすかどうかが重要でございまして、あの他方申し上げますと、今後あらゆるその FM 調達の装備品がこの長期契約法の適用要件というふうになるわけではございません。じゃないですね。はい、じゃあ君。はい、はい、またちょっとですね、いろいろと状況を見ながら、しっかりと、個別に、またお話をですねさせていただきたいと思います。あのこの調達価格のですね、その客観性の問題について少しお伺いをしたいと思います。あの防衛装備品の調達に関してはですね、市場競争があまりないというふうに思います。あの防衛装備品の製造に関しては、そもそも製造を受け入れる企業が限られていて、競争原理が働きにくいという構造的な問題を、まあ、実際に防衛省が導入する各種のシステムの入札ではですね、一社による応札の割合ってどのぐらいかというと、16年度納入分でいうと 97%、
一社応札ですね。で、これはですね、装備品の製造に関して他の企業から、まあ、途中からですね、まあ、入ってくるってことが一社しかできないんですね、 97% ということなので、長期契約があろうとなかろうとですね、これは中長期的な計画に基づいたその経営と効率的な、人員の活用がですね、そこしか 97% ないわけですから、これできるんじゃないかと。で、 なぜこの河川市場をですね、前提とした防衛産業にこの競争があることを前提としたですね、その効果を法律メリットとして示しているのかがちょっと理解が難しいんです。でそこをですね、 97% 一社ですから、しかしその競争原理を働かせてね、この辺についてはちょっとどういうご説明なんでしょうか。宮本長官お答え申し上げます。我々、この長期契約を採用させていただいた場合には、6年以上の長期にわたって契約締結時から履行完了までの期間を見通して計画的かつ安定的な経営及び人員体制が可能となることがありますというようなことをご説明いたしております。これにつきましては、実は1社しかない場合でもやはり同様ではないかと考えております。と申しますのは、私どもが私ども現実の問題としまして、年々の予算によりまして、調達数量が変わる場合もございますし、企業から見ると単年度契約、短期の契約よりも長期に安定して契約した方が、一社の場合であってもそこに投入する資源を確保するという前提が高くなり、結果として、効率的な調達ができるのではないかと考えています。例えばこれまでは5年の契約が認められておりましたけれども、防衛省の腹積もりとしては5年後も引き続き買いたいと思っても、会社から見ると5年後になったらまた財政上の理由などでなくなるのではないかというようなことは常にあるわけですけれども、我々が安定的にもう買う、これは買うことは必要だと見込んだものについて、それ5年を超える契約はこの法律によってできるわけですが、そうなりますとそれを超えて企業は確実にこれはもう調達が、要するに国が買うということは分かりますので、そこに資源を投入できると、これは大きなメリットであろうかと思っております。篠原君。そうしますとですね、この調達に関しては、今言ったように市場原理がないんですね。で、防衛装備品の価格算定には材料費、人件費など原価に企業の利益を積み上げる、このいわゆる原価計算方式が取られていて、で加工費などの原価は一部のメーカーのですね、側の資料に基づいて算出をされているというのが実態だと思っています。で、原価はですね、量産が軌道に乗るにつれて低減するのが、世の中の普通のですね、ものはそうなんですけれども、長期契約には、その低減を正確に反映した調達価格を、しっかりとですね、定めているのかということを聞きたいのと、あとですね、お伺いしたいのとですね、その最長10年とすると一体どこまで低減するのかをですね、これ予測に過ぎないので、長期契約時に本来であればこれ確定してやってるということなんですけれども、本当にそれができるのかということで、防衛省の場合はですね、長期契約に伴うその縮減額として明示している額も実はかなりラフな、これからラフな計算式にならざるを得ないと思うんですけど、10年先のことは分からないのでですね、ことになると。でおそらくですね、それ企業が赤字になることはないわけですよね、契約上。だとすると落ちる可能性があるのかどうかということと、ないようになっているんだとすると、これはもう相当一定程度のですね、一応相当じゃないかもしれないですけども、やはりある程度下駄をですね、履かした差額を取ってないと、なかなかこういう契約を民間の会社っていうのは納得しないというか、契約に結びつかない。いや、いいですよ、その私の会社赤字でもですね、これは国のために頑張りますって、それはありがたいですけども、実際にはなかなかそういうふうになってないんじゃないかと思うので、その辺をですね、ちょっと教えていただければと思います。宮本長官。装備品の原価を計算するにあたりましては、これは長期契約の適用であってもそうでなくても基本的に同じなんですが、製造や整備にあたる作業者の能率を原価に反映するということにしております。このため量産が軌道に乗った際などに作業者の能率が上がったときに上がったと考えられる場合は、
過去の工数、工数というのはどれだけ手間をかけたかということでありますが、工数実績をもとに算出した習熟度合いを見積もり工数に適用する、つまりだんだん減っていくと、低減額を適切に反映した価格を算定するということにいたしているところでございます。長期契約におきましてもこのような計算によって習熟に伴う原価の低減を適切に反映した価格を精緻に算定しているところでございます。で、その上で、今委員から赤字になることはないんでしょうということを言われましたが、実は我々見積もりの価格で契約予定価格を作りまして、最終的には企業と一社の場合は商議をするわけですけれども、不調ということもございます。不調ということはどういうことかというと、企業がそれでその額ではダメですということは現実にございます。です、契約をする際にはそれは我々はできるだけ、国の利益を代表して安く見積もりたいわけですけれども、そこは会社が判断してこれであればこの期間で自分たちはビジネスになるという線で、契約されるということでございます。従いまして製造企業が赤字に陥る可能性がないように下駄を履かせるということはいたしておりません。ちょっと、さらに申しますと、場合によっては赤字が出ることもあり得るということだと思っております。企業から見て篠原君。じゃあ場合によってはあり得るということなんですね。はい、わかりました。この調達価格のですね、その透明性客観性っていうのがやっぱりこれまでずっと言われてきているんだと思います。積算の根拠がですね、見えないとかですね、いう方も委員も今指摘もありますし、でこの長期契約に伴うその調達価格の算定をそうした環境にですね整えていくということも必要なんじゃないかと思うんです。いや、多分大丈夫です。それで10年経って、特に、FMS に関して言えばですね、どうなって請求が上がってくるかもわからないし、作るかもわからないという中で、それならそういうものであるということもですね、場合によってはですよ、しっかり明示する方が財政民主主義上いいのかもしれないし、で、これは難しい話でもあるのかもしれないですけど、国内に関して言えばですね、普通そういう会社はですね、やっぱりそれは技術に関したり、その特別なその隠すところは別に、隠すというか機密の必要があるところに関してはですね、ただそれ以外のところはやっぱりなるべくオープンにしてですね、やっていくことをした方がですね、できるものに関してはいいんじゃないかというふうに思うんです。でそうすることで今皆さんこうガーッと増えてるですね、防衛費この、27兆円、25兆円、この2兆円の縮小が実際どうするのか、これも分からないみたいな話もですね含めて、なるべく透明にして見せていけばですね、これ国防のことですから、その 見えてですね、そのちゃんとして本当に現実的に必要な対応でありということだったら、これは私は与野党の差というのはあんまりないんだと、ね、しっかりしているものであればですよ。ただそういうことも含めてやっぱりこれをきちっと見せていく必要があると思うんですけど、その辺についてですね、どうお考えかというのはちょっと大事、はい、岩屋防衛大臣。先生ご指摘のように、我が国の防衛産業はですね、高コスト構造、国際競争力の不足、そもそも競争環境に、乏しいというですね、正直実態が、ございます。でこれはなかなか一朝一夕にはですね、変えていくことは難しいと思いますけれども、そういう問題意識を持って今度の大綱中期防には、装備品の効果的効率的な、取得を一層推進していくためにも、企業間のですね、競争関係を創出するための、契約制度の見直しなどにもですね、これから取り組んでいかなければいけない、ということを書かせていただいております。防衛産業全体の競争力の強化といったことにですね、これからしっかり、知恵を絞って取り組んでいきたいというふうに思っているところでございます。篠原君。
まあ、一つはですね、その金額の面でなるべく見せるところは見せていただくということです。でこれはやはり必要な、できるものに関してはですね、でその計算式がこうなってまして、なかなかその算定の根拠があっての、ただそれが言えないような算定根拠ではですね、じゃあ我々はどういうふうに納得したらいいのかというところがわからないですね。でここはやっぱり教えていただけるように改善をなるべくしていって、いや別に悪いこと言ってるつもりないんですよ、本当にそこ見てですね、塩を抹殺ついて、その日本の国防をどうなるね、マイナス効果で全然思ってなくて、それがいいことだと思っているのと、あともう一つですね、国内産業についてもやっぱりしっかりとこの防衛省がですね、これはきちっとですね、共に力を合わせてやっぱり技術をちゃんとしていくのが今急務だと思います。 FMS あんだけ増えてるとですね、みんなそっちに行っちゃって、で例えばですね、もう時間大丈夫ですか、この防衛産業をですね、の構造的な問題として、もともと国内に競争環境が 97% が、ないということであるとするとですね、例えばそのこう企業体をですね、なるべくこ う, うまく、いろんなところと組んでですね、でこれは別に日 本, だけ日本のためになるんであればですよ、で、共同でですね、新しい技術を開発していくというのも、一つの手ではないかと思います。一社だとお金かかりますし、得られるものを学べることというのはですね、これは積極的にやっていけばいいということだと思いますので、時間が来てます、わかりました、そういったことも含めてですね、ぜひ前向き検討していただきたいと思います。最後一言いただけてもよろしいでしょうか、はい、時間が来ておりますので、はい、じゃあ分かりました、時間ですので、それを強く要望して終わらせていただきます。ありがとうございました。示しなかった。